リチャード・ドーキンス、クリントン・リチャード・ドーキンス、クリントン・リチャード・ドーキンス、1941年3月26日帯、は、イギリスの進化生物学者、動物行動学者である。ザ・セルフィッシュ人ン、利己的な遺伝子をはじめとする一般向けの著作を多く発表している。存命の一般向け科学書の著者としてはかなり知名度の高い一人である。 ドーキンスの英語における発音は DKA の Z であり、多くの辞書の日本語表記はドーキンズとされているが、一般にはドーキンスという表記が多い。不滅のコイル、盲目の時計職人、遺伝子の皮など、巧妙かつ多彩な比喩で科学を表現し、比喩の名詞と称される。こうしたドーキンスの比喩表現は、誤解を招く音章となりがちだが、ドーキンス自身は、 擬人的な思考は、使い方さえ間違いなければ、啓蒙に役立つ。また、そのレベルまで降り立って、現象を解析できる。結果、科学者が正しい答えを出す助けになると、非を使った説明を擁護している。ドーキンスは、自然選択の実質的な単位が、遺伝子であるとする遺伝子中心視点を提唱した、ことでよく知られている。生物は遺伝子によって利用される。 乗り物に過ぎないという比喩表現、多くの読者に衝撃を与えた。遺伝子中心視点の考え方は、蜜蜂が見せる一見理他的な行動など、動物の様々な社会行動の進化のプロセスを説明するために提唱された、血縁等多説や ESS 利を鮮明なスタイルで表現したもので、社会生物学が広く受容されるきっかけの一つとなった。 自然選択を重視する彼の立場から、ワドーキンスをダーウィンの思想的後継者の一人と位置づけている。イギリスのメディアでは、ダーウィンのブルドッグと呼ばれた TH ハクスリーになぞらえて、ダーウィンのロットワイラーと呼ばれることもある。文化の電波を遺伝子になぞらえた、ミームという語を考案した、スティーブン・ J. グールドとの論争でも知られる。この論争は、 社会生物学を需要するグループと拒絶するグループの象徴を取ったが、二人は創造論に対しては共闘関係にあった。熱烈な無神論者、反宗教主義者、会議主義者、ダーウィニストとして知られ、世俗的ヒューマニズムやブライト運動、科学的合理主義の推進者でもある。2004年にプロスペクト氏が行ったイギリスの知識人100人で首位に選ばれた。 2006年の著書、神は妄想であるは2007年11月の時点で、英語版の売り上げ150万冊に達し、31個ともに翻訳された。今日、彼の著書の中で最も有名な一冊となった。1941年3月に、イギリスの植民地であった、ケニアのナイロビに生まれた。父クリントン・ジョン・ドーキンスは、軍人で、 第二次大戦で連合国軍に合流するためにイギリスからケニアに移住していい。1949年、ドーキンスが8歳の時に彼らの家族はイギリスに戻った。彼の両親は自然科学に関心があり、幼いドーキンスの疑問に対して科学的な用語を用いて答えた。ドーキンスは幼少時代をごく普通の英国国境界信徒として育てられたと述べている。 しかし九歳の頃には、神の存在は嘘であると考え始めた。しばらくすると、デザイン論、つまり、自然の秩序や目的、複雑なデザインは、神の存在の証拠であるとする、インテリジェントデザイン説の主張に納得させられ、信仰に戻った。その後再び、国教会の習慣は不条理で、神を用いた道徳の押し付けだと考えるようになった。 そして進化のプロセスを理解するに従い、彼の宗教的な視点は最終的に転換し元には戻らなかった。彼は自然選択が生物の複雑さを十分な説得力を持って説明できると感じ、超自然的造物主の存在を不要と考えるようになった。1954年から1959年までパブリックスクールのアウンドルスクールに通った。 その後、オックスフォード大学のベリオールカレッジに進学し、ニコティンバーゲンの下で動物学を学んだ。1962年に学部を卒業し、1966年に学位を取得した。その後もしばらく研究のためにティンバーゲンの研究室に残った。ティンバーゲンは動物行動、特に動物の本能、学習、判断の研究の先駆者であった。ドーキンスはこの時代に、 動物の意思決定について研究を行っている。1967年から1969年までカリフォルニア大学バークレー校に動物学の助教授として赴く。カリフォルニアでは当時進行しつつあったベトナム戦争への大規模な反戦運動が行われており、ドーキンスもこの運動に深く関わった。1970年にオックスフォード大学に講師として戻った。 同年ニューカレッジの会員に選出されている。1990年に助教授となった。1995年に、チャールズ・シモニーの寄付によって新設された、科学的精神普及のための寄付講座の初代教授に就任した。著名な教え子には、数理生物学者のアラン・グラフェン、動物行動学者で、サイエンスライターのマーク・リドレイ、マット・リドレイとは別人がいる。 2008年9月にドーキンスは、チャールズ・ジモニー教授職を定年退職し、公認にワダム・カレッジの数学教授マーカス・デュー・ソートイが指名された。1967年に、動物行動学者、メリアン・スタンプと結婚し、1984年に離婚した。その後、イーブ・バラムと結婚し、娘のジュリエット・エーマを設けたが、彼らは再び離婚した。 イーブ・バラムは1999年にガンで死去した。1992年に共通の友人であったダグラス・アダムスを介して知り合った女優のララ・ウォードと結婚した。科学的な業績において最もよく知られているのは利己的遺伝子論、すなわち進化における遺伝子中心の視点を広めたことである。この視点は1976年の著書。 自己的な遺伝子で明確に示されている。彼は自己複製する実体の生存率の差によって全ての生命は進化すると述べた。続く延長された表現型1982では自然選択を自己複製子が互いよりもより多く増殖するプロセスと表現した。動物行動学者としては動物の行動と自然選択の関連に関心を持っている。また、 遺伝子を進化の原理的な単位とみなすべきだと提唱している。ドーキンスは進化における反適応主義、例えば S.J. グールドと R. レオンティンのスパンドレル主義、生物の形質には適応的なものもそうでないものもあり、適応主義、彼らはしばしば適応版のオーロンと呼ぶのような作業仮説は不適当だとする立場、及び遺伝子より工事のレベルでの選択に会議的である。 特に利他行動の理解の基盤として、軍選択を用いることに対して強く疑いを抱いている。利他的行動は他者を助けるために自分の適応度を低下させるという行動がどのようにして進化するのかという点で、当初は進化上のパラドックスであった。以前は多くの生物学者が軍選択的な視点、つまり個体は自分自身の利益にならなくても群れや、 種のために良いから利他行動を取るのだと解釈していた。イギリスの進化生物学者、W.D. ハミルトンは包括的王道と血縁選択という概念、個体の利他的な行為は遺伝子を高い確率で共有している近親者に向けられているを提唱し、遺伝子中心の視点から利他行動を理解する道を開いた。同様に、ロバート・トリバーズは遺伝子中心のモデルを発展させ、個体が 将来の変貌を期待して他個体へ利益を与えるとする語形的利他主義を提唱した。ドーキンスはこれらのアイデアを利己的な遺伝子で発展させた。ドーキンスの批判者は選択の単位として遺伝子はふさわしくない。個体が繁殖に成功するか失敗するかのみでそれ以外はないと述べる。しかし、長い時間をかけ集団中で 対立遺伝子の頻度が変化するという進化の定義のもとで遺伝子は進化の説明に広く用いられている。利己的な遺伝子でドーキンスは遺伝子の定義に G.G. ウィリアムズの自然選択の単位として役立つだけの長い世代にわたって続き得る染色体物質の一部を用いている。他の一般的な批判には遺伝子は単独では生存できず個体を作るために 他の遺伝子と協力し合わなければならないのだから、単独の単位たり得ない、がある。延長された表現型でドーキンスは、遺伝子の乗り換えと有性生殖が存在するために、個々の遺伝子の視点に立てば、他の遺伝子は環境の一部とみなせると述べた。リチャード・レ・ウォンティン、デイビッド・スローン・ウィルソン、エディオット・ソーバーのような、より工事レベルの選択の支持者は、遺伝子に注目するだけでは、 生物の現象の理解に不十分だ批判している。1970年代以降、断続的にドーキンスを批判している哲学者、メアリー・ミチリーは、遺伝子選択、ミーム、社会生物学を極端な歓迎主義だと批判している。進化の解釈とメカニズムに対する一連の論争、ダーウィング・ウォーズと呼ばれることもあるは、社会生物学論争の一端として、 ドーキンスと彼のライバルであるアメリカの生物学者、スティーブ・ジェイ・グールドの間で行われた。二人は特に社会生物学と進化心理学の論争において、ほとんどの場合、ドーキンスは擁護者として、グールドは批判者として、論人を張った。ドーキンスの典型的な立場は、スティーブン・ローズ、レオン・カミン、レオン・ティンの遺伝子の中にはないに対する国標によく表されている。 ローズラやグールドの主な批判は、社会生物学者は遺伝子決定論者で、還元主義者である、現在の社会的不公平は遺伝子の不可否的な現れであると正当化しているであった。これに対し、ローズラの批判は単なる嘘である。遺伝的な効果の不可否性神話は、社会生物学とは何の関係もなく、ローズラのパラノイア的で悪魔神学的な科学の中にしかないと述べた。また、 社会生物学者が遺伝子について多く語るのは行動であれその他の形質であれそれに関わる遺伝子を想定しなければ進化の文脈で扱えないからだとも述べたローズラが遺伝子決定論の代替案として提示した弁証法的生物学の例え話は契機であった契機は材料の質や薬温度やそれらの複雑な相互作用の結果であって 核要素に分離することはできない。ただし、この例えはすでに1981年にドーキンスが用いていた。ドーキンスとパトリック・ベイトソンは遺伝子の働きをレシピに材料を環境に例えていた。しかしこの比喩は個体発生に対するものであり、ローズラは個体発生と進化を混同しているとも述べた。ドーキンスの側に立つ代表的な論者には、 スティーブン・ピンカーとダニエル・デネットが挙げられる。デネットは遺伝子中心視点を支持し、生物学における還元主義を擁護している。ドーキンスとグールドは学問上の意見の不一致にもかかわらず、敵意は個人的な関係にまでは及んでいなかった。ドーキンスは、グールドの死の翌年に出版された悪魔に使える牧師でグール追悼のために一説を当てている。 ドーキンスのその後の著作は進化の経験的な証拠をまとめた内容で、チャールズ・ダーウィンの種の起源出版のちょうど150周年にあたる2009年11月24日に出版が予定された。ドーキンスは創造論、すなわち人間性や生命、世界は神によって創造されたという宗教的信念に対する熱烈な批判者である。彼は創造論を 不条理、知性の減衰、虚言と表現している。1986年の著書、盲目の時計職人と2006年の、神は妄想であるでは、創造論における重要な主張である、デザイン論の時計職人アナロー、及びフレットホイルのジャンボジェットアナロジーに反論を行っている。時計職人のアナロジーは18世紀のイギリスの、神学者、ウィリアム・ペイリーが、 自然進学で用いたもので、時計のように非常に複雑で高い機能性を持つ存在がただの偶然で生まれるわけはなく、生命はそれ以上に複雑なのだから、それは意味深遠なデザインの証拠なのだとした。しかしながら、ドーキンスは自然選択の累積的な力は、生物の世界の機能的で非ランダムな複雑さを説明することが可能であるとした。自然は自動的で、 無知性的で、盲目の時計職人の役割を果たしていると述べた。また同書では、中間型の機関や行動は役に立たないとする、創造論の主張に対しても、中間型の目や翼が役立たないという前提に根拠はないと述べた。1986年に行われた、オックスフォード協会のハクスリー記念討論で、ドーキンスとジョン・ベイナード・スミスは、 若い地球の創造論者、地球は6000年前に創造されたと主張しているの、A.E. ワイルダースミス、及び聖書創造協会の会長をエドガー・アンドリューズと討論を行った。しかしそれ以降、ドーキンスは、スティーブン・ J. グールドの忠告に従って、公的な討論を拒絶している。創造論者は、社会的認知を得るための酸素、として討論を渇望しており、 議論で打ちのめされることを意に返しない。公的な場で討論したという事実が彼らを認めていることになるからだとフールドは述べた。ドーキンスはまた、インテリジェントデザインを理科教育に含めることを、それは科学的な主張ではない。宗教の一つだと述べ、猛烈に反対している。創造論を公立学校の教育に持ち込もうとするイギリスの団体。 科学における真実の強力な批判者であり、そのような試みは教育のスキャンダルだと述べた。ドーキンスは率直な無神論者で宗教批判者である。無神論は進化を理解することの必然的な延長であると考えている。また、宗教は科学と両立し得ないとも考えている。盲目の時計職人では次のように述べている。1991年のエッセイ。 心のウイルスでは、ミーム理論によって、宗教信仰という現象、及び、非教徒への罰というような宗教が共通して持つ、特徴を分析し、説明できるのではないかといったことを主張している。ドーキンスによれば、信仰、証拠に基づかない信念と定義しているは、世界の最も大きな悪の一つで、ウイルスによるものよりも根絶が難しい疫病と表現している。加えて、 過激な宗教、例えばイスラム教徒のテロやキリスト教原理主義への軽蔑でも知られている。同時に、生物学者、ケネス・ミラーや遺伝学者、フランシス・コリンズ、神学者、アリスター・マクグラスやリチャード・ハリスのような宗教的な科学者、宗教に寛容な知識人にも批判的である。ドーキンスは彼らの証拠に基づいた科学と証拠に基づかない信念の衝突についての二面性を、 批判している。一方でドーキンスは自らを、協議は受け入れないが、文化や、習慣の点では、影響を受けているという意味で、文化的クリスチャン、イエスに賛成する無神論者と表現している。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件の後には、このように書いている。ドーキンスは科学と宗教の関わりについて広い議論を行っていることでよく知られている。 2006年の著書、神は妄想であるは、世界中で大きな売り上げを達成し、今日では彼の著書の中で最もよく知られる一冊となった。この成功は文学における無神論の人気の高まりや時代精神を反映していると考えられている。神は妄想であるは、ノーベル賞受賞者であるハロルド・クロトジェームズ・ワトソンや心理言語学者、 スティーブン・ピンカーラを含む多くの知識人から称賛された。本書の中で無心論者は誇りを持つべきだ。卑屈になる必要はない。なぜなら無心論は健全で独立した精神の証拠だからだと述べている。彼は教育と意識向用が宗教的ドグマや教家に対する最も有効な道具だと考えている。またこの道具は 人種差別のようなステレオタイプと戦うためにも有用だと主張している。彼は自然主義的な世界観を持っていることを表明するのに自分の宗教を表すのと同じような意味合いで用いる語としてブライトという語を提唱している。またフェミニストの圧力で読者を支持するのに彼という語の代わりに彼女や彼あるいは彼女を用いることについて違和感を表明している。 同様に、クリスチャンの子供や、ムスリムの子供のような呼び方は、マルキストの子供や、ケインジアンの子供と呼ぶのと同じようにばかげており、親のイデオロギーや信念で子供を分類するべきではなく、子供に、クリスチャンもムスリムもないと主張している。ゼン・オックスフォードの神学者、アリスター・マクグラスは、ドーキンスは、キリスト教神学に、無知で、 したがって、宗教や信仰について論じる資格はないと考えている。ドーキンスはそれに対し、養成学を疑う前に、養成学について事細かに調べたりするものだろうか、と反論した。神は妄想であるのペーパーバック版では、アメリカの生物学者、P.Z. マイヤーズの、という比喩に言及している。マイヤーズは、ドーキンスには、現代の宣伝された。 神学議論への理解が欠けているが、宣伝された神学の議論は、帝神が皇帝に着せた、きらびやかな衣類のうがものだ。ドーキンスが告発しようとしているのは、衣類ではなく生身の皇帝だといった趣旨のことを述べた。その後も、マクグラスとドーキンスの議論は、断続的に行われている。キリスト教哲学者、キースワードは2006年の著書、宗教は危険かで、 ドーキンスや同僚たちによる宗教は社会的に危険であるという主張に反論している。神は妄想であるへの批判は他にも哲学教授ジョン・コッティングハムや倫理学者マーガレット・ソマービルから過度の宗教批判と指摘されている。同様のドーキンス批判で翻訳されているものには生物哲学者マイケル・ルースのダーウィンとデザイン進化に目的はあるのか マイナスなどがある。一方、ドーキンスの擁護者たちは、批判者たちが、ドーキンスが提示した本当の論点について述べて、いないと指摘している。ドーキンスは、ルースの、味方となりうる人々を侮辱するのに時間を費やしいる、という指摘に対して、遺伝学者、ジェリーコインの発言を次のように引用している。単に創造論体進化論の論争ではない。 ドーキンスやウィルソンのような科学者からすれば、本当の戦いは、合理主義と迷信の間で繰り広げられている。科学は、合理主義の一形式に過ぎず、一方で、宗教は最もありふれた迷信の形式である。ドーキンスはまた、他の仮説と同じように、神の存在も、科学的仮説として扱えると述べている。そしてスティーブン・ジェイ・グールドが唱えた、重複しない、共同権。 ノマにも同意しいない。タイム氏のインタビューで次のように述べている。王立教会会長で天文学者であるマーティン・リースは、ドーキンスの宗教主流派への批判が役に立たないものだと述べている。リースは2007年の著書、宇宙の素顔で宗教が扱うようなそのような問いは科学の範囲を超えている。そこは、神学者と哲学者の両文であると述べている。 それに対し、ドーキンスは、なぜ科学者が答えられないからといって、神学者に明け渡さなければならないのか、と反論した。また、神学者は科学者が答えることができない、宇宙論の深遠な質問に対して、どのような専門的な回答をすることができるのか、と指摘し、伝統、ケに神の啓示によってのみ支えられた信念と、証拠や論理によって支持されている信念の間には、 大きな隔たりがあると述べた。ドーキンスは誠実な信仰を持った良き科学者として物理学者ラッセル・スタナードらの名を挙げ、キリスト教の細部について彼らがどのように考えているのか、中略私は困惑させられると述べている。また、神は妄想であるの出版が彼の宗教批判の多分頂点であると述べた。2007年にドーキンスは 世界中の無神論者が自分の立場を公言できるようにアウトキャンペーンを始めた。芸人権運動のように多くの人々が無宗教的な視点を持っていることを明らかにすことで宗教的な人々の中で無神論者へのネガティブなイメージを軽減し、無神論者がその立場を維持できるようになることをドーキンスは願っている。ドーキンスはミームという用語を提案した。これは 文化的進化において遺伝子に相当する語である。ダーウィン主義的原理のアイディアの広がりと文化的現象を説明するためにどのように拡張されるかをミームを用いて表現した。そしてミーム学という新たなフィールドが生まれた。ドーキンスはミームという言葉を観察者が自己複製詞であると考える、いかなる文化的実態をも指す語として用いた。 彼は多くの文化的実態を情報と行動の効率的な性格ではないが P 機械として進化した人間への暴露を通して増加する自己複製可能な存在とみなすことができると主張した。ミームは必ずしも正確にコピーされないがそのため洗練されることができる。他のアイディアと結合したり修正されたりする過程を経て新たなミームができ、 それが広まることで全身よりも効率的な自己複製紙であると立証される。このように、ミームという概念は遺伝子を元にした生物学的進化のアナロジーとして文化的進化に関するフレームワークを提供する。彼は最初に利己的な遺伝子でこのアイディアを解説した後ほとんど手を引きスーザン・ブラックモアのような他の著者にこの理論の拡張をせた。ドーキンスは 独立してこの用語を作り出したが、彼はこのアイディアが完全に新しいものだとは主張しなかった。すでに類似したアイディアの類似した表現が存在した。ジョアン・ローランは、ザ・ジャーナル・オブ・マメティックスで、無名のドイツの生物学者、リヒャルト・シーモンが1904年に、ミネームという概念を提案し、1924年に英国に持ち込まれたと述べ、ドーキンスは、 その影響を受けたのではないかと示唆した。シーモンも文化の伝達を論じており、ドーキンスのアイディアは類似している。ローランはまた1926年にモーリス・マーテルリンクがザ・ライフ・オブ・ザ・ホワイト・アントで同様の議論を行っていることも明らかにしている。2006年にドーキンスは NPO の理性と科学のためのリチャード・ドーキンス財団 RDFRS を設立した。 財団は発展途上にある。イギリスとアメリカで事前財団として認められている。RDFRS は信仰と宗教の心理学研究、科学教育プログラムや科学教育教材、世俗的な事前団体などへの支援、融資を計画している。またウェブサイトを通じて、ヒューマニズム、合理主義、科学に関する情報や科学教材の提供を行っている。 公共の科学理解のための教授として、彼は、疑似科学と代替医療の批判者でもある。虹の解体では、アイザック・ニュートンが、虹の原理を解明したことによって、虹の美しさが損なわれたと、ウ・ジョン・キーツの見解を批判している。深遠な宇宙や、生命の、数十億年にわたる、進化の理解、生物の分子的な解明は、神話や、疑似科学よりも、はるかに美しく、 脅威の世界を我々に教えてくれると述べた。カール・セーガンの最後の著書、カール・セーガン科学と悪霊を語るの書評では、セーガンの科学への生涯の愛を反映しているという一文にれ、私自身でこのような本を書きたかったと称賛した。彼の友人ジョン・ダイヤモンドが、代替医療の有害さを暴露するために出版した、スネークオイルの序文を書いている。代替医療はうまくいっている。 従来の治療から患者をそらし、誤った望みを人々に与えている。ドーキンスは次のように述べている。代替医療などない。あるのは効く医療と効かない医療だけだ。ドーキンスは人口爆発に懸念を表明している。利己的な遺伝子では40年ごとに倍増している。ラテンアメリカの人口を例に出して簡潔に述べているに、とどまるが、ローマカトリックの家族計画と、 人口抑制に対する態度は、痛烈に批判している。ローマ教会は、否認を禁じ、より、自然な方法での解決を呼びかけている。この場合、自然な方法が行き着く先は、飢餓であるという。ジェーン・グドールらと共に人科の類人猿に人と同じ、道徳的、法的権利を与えるべきだとする、類人猿プロジェクトの支持者でもある。 パオラ・カバリエリとピーター・シンガーによって編集された、類人猿プロジェクトの本に、心の断絶と題したエッセイを寄稿した。彼は種差別主義という語を用い、人間主観的な現代の道徳心を批判している。新聞やブログで、現代の政治や社会に対する論評も行っている。特に2003年のイラク侵攻をはじめとする、ジョージ・ W ・ブッシュの制作や、 イギリスの抑止力としての核兵器保有に批判的である。政治、科学、宗教に関する論評のいくつかは悪魔に使える牧師に収録されている。2007年のドキュメンタリー番組、理性の敵では、科学的証拠に基づく合理主義や批判的思考を放棄することの危険性について論じている。特に先生術、スピリチュアリズム、ダウジング、 代替医療、ホメオパシーが取り上げられている。この他にも2006年の諸悪の根源ザ・ルート・オブ・オール・エビルや2008年のチャールズ・ダーウィンの才能、ザ・ゲニウス・オブ・チャールズ・ダーウィンなどいくつかのテレビ番組制作に協力している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。